はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日は何の話をしようかと思うんですけど、大相撲アクションね、これどのぐらい使ってる人がいてるのかちょっと分かんないけど、やっぱりなんだかんだ言って GoPro の方がシェアが高いのかもしれないですけど、僕ね GoPro も持ってましたけど、もう今手放しちゃいました。もうあまりも使わなくて、大相撲アクションの方がね全然使いやすい。フロントのディスプレイも、あるし、であと色目もね、僕なんとなくね大相撲アクションの方がちょっと好きだったりしたので、もう GoPro は手放しちゃいました。今大相撲こういうアクションカムはね、大相撲アクション一つということに、なってます。まあなんていうかな、あれはありますよ、大相撲ポケットとかね、そういうのはありますけど、まあ、アクションカムっていうのはこれになってます。で、ただねやっぱりアクションカムって音がねすごくあんまり綺麗に撮れない。だから結局今日はこれ外部マイクで撮ってますけどね、こっちで。で、そこの問題があったんですね。で、なんていうかな、大相撲、ごめんなさい、GoPro 使ってた時にこうマイクアダプターっていうのがね別で売ってるんですけど、そのマイクアダプターをね買ってね、GoPro でいろいろやってみたんですけどね、なんかねうまくね撮れない撮れないんですよ。ノイズが乗ったりとか、なんか撮れてなかったりとか、なんかすごい問題があって、でもうアクションカムっていうのはもうこう音を本当にちゃんと撮ろうと思ったら別撮りでいかないとあかんなっていうのでね、思ってました。で、ただね、どうかなと思って、なんていうかできればね、本当にコンパクトで外で撮るんだったらこれ1本である程度できるんだったらね、楽は楽なんで、それもいいなと思ってて、なんとかならんかなと思ってたんですけど、この前ねこれを買いました。これメーカーなんていうのかな、ちょっとよくわかんないけど、じゃん、ね、これ何かっていうと、大相撲アクション用の、もう実際使ったんで、こんなやつね、なんていうかUSB このタイプ C のねやつで、これをね充電ケーブル挿すとこにぶっ挿すと、マイク端子になるっていうね、防水のカバー取っちゃうんで、防水は当然効かなくなっちゃいますけど、もともとこんな感じね、 SD カード入れるとこと、こう充電するところで、ここに、これをこう挿すわけですよ、こういうふうにね。でそうするとマイクのこう挿すところと下に USB-C があるんで、充電しながら、撮影も当然できるような状態でマイクも使えるっていうね。で、僕はこの前ね、これに何だったかな、どっちだったかな、多分オズモマイクだったかな、違うごめんなさい、この今つけてる、今撮影してるこれね、タスカムっていうメーカーの、DR10L だったかなっていうやつのピンマイク、DR-10L ね、っていうやつのマイクなんですけど、この状態で、ここにこのピンマイクのやつをぶっ刺して、この前、ね、前2つか3つか前くらいの動画、なんですけど、バイクの、ご紹介、何のネタだったかな、そうそうブレーキ液の交換がかな、ブレーキフルードの交換、そう、それの動画を撮ったんですけど、その時のね音声が綺麗だったんですよね。だからもしねオズマアクション持ってる人だったら、これね結構いいかもしれない。で、Amazon のコメント欄では、雑音が入るんだ、あと充電ねしながらで使えますよって書いてるけど、ここの USB-C のポートが使えないとかいう評価もあったりしたんですけど、僕が試した限りは問題なかったですよね。で、マイクの雑音に関してはおそらくマイクのその種類、ここにつけるね、によってもだいぶ変わってくるかもわからないんで、そこはね、マイクの選定はしてあげた方がいいかもわかんないですけど、とりあえず僕のやってみた環境っていうのでは問題なかったです。一応ねちょっと振り返りということで、今からね前にその撮影したバイクの映像をちょっと見ていただこうと思います。ではではどうぞ。はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。
今日はですね、バイクのね、ブレーキオイル、これがね、まあ、僕乗ってから1年半くらいなんですけど、だいたい2年くらい目処に交換ということなんで、それをね、自分でやってみようと思います。で、ブレーキオイルのね、交換の方なんですけど、今回はね、これ、ストレートさんの、一人でね、ブレーキオイルの交換が、まあ、簡単にできるアイテムをね、使ってやろうと思います。まあ、どういうものかというと、途中にね、逆流の、どうも、チューブちゃんとカチッと張りましたね。やっぱりこの、元、この蓋のゴムね、完全に抜いた方が良かったみたいです。こんな感じね。で、逆流防止弁がついてて、こういう風になって、で、こいつの中に、入っていくっていう感じです。ね。で、これも、緩めたらね、すぐ出てきちゃうんで、ブレーキ液がね、廃油が。あ、っていうか。はい、どうも。いかがでしたでしょうか。結構ね、音声もクリアに、しっかりね、聞き取れるっていうか入ってると思うんですよ。だからこのくらいね、マイクが使えるんだったらいいなというふうにね、思いました。まあ、実際使う時は多分こんな感じになると思うんですけど、まあ自撮りする場合はね、ちょっとね、マイクの向きが反対になるんで、これね、逆にはさせないんですよ。こう向きにはね。だからあくまでもこう向きなんで、まあレンズがこっち向きなんで、なんていうかな、まあ、Vlog で撮りながら、こう音入れるんだったらいいですけど、どうしたいんかな。だからこういうピンマイクで行くか、まあなんかうまく方法があるのかな。こういう L字のねやつ使って、なんかこれもう一個くらいかまして、こうやればいいのかな、ちょっとわかんないけど、なんかこんなんあんまりかますとノイズかみそうな気もするけど、まあなんていうかな、マイクの向きだけがね、こっち側になるっていうのくらいかな、今使っててあれなのは。でもすごく使いやすいと思います。オズマクション持ってるね、すでに持ってる人はぜひぜひ買ってもいいアイテムじゃないかなと思います。まあ、僕アマゾンで買ったんでね、一応概要欄の方にアマゾンリンクは、貼っときますんで、もしよかったら見てください。もう箱の中の説明とかやめときますね、何も入ってないし本体だけなんでね、説明書簡単なのはありますけど、はい、ということで、まあもう実際ね、見ていただいた動画が全てだと思います。バイクの時のね、音声の入り具合。いいなと思った人は、試してみてください。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。